マウンドではドS。2019年、中日にスター候補生としてドラフト1位で入団したのが根尾昂です。中日のお膝元、岐阜県出身で、ドラゴンズジュニアに在籍経験もあるなど、根尾は何かと中日に縁があり、期待されていました。プロ入りから4年が過ぎ、中日の監督、立浪和義のアイディアで新たなポジションに挑戦している根尾ですが、未だ1軍に定着できていません。高校時代からの人気をプロでも保ち続ける根尾を立浪はなぜ使わないのでしょうか。人気は全国区。岐阜県飛騨市出身の根尾は中学3年生で球速146キロをマークし、スーパー中学生と話題になります。高校は地元を離れ大阪桐蔭に進学した根尾は1年生からベンチ入りし、甲子園大会には2年春から3年夏まで4期連続で出場しました。大阪桐蔭でショート兼ピッチャーを務めた根尾に加え、藤原恭太、柿木蓮、横川海らが集まったチームは大阪桐蔭最強世代と言われ、圧倒的な強さで2018年の甲子園で春夏連覇を達成します。甲子園での根尾の通算成績はバッターとしては打率3割7分1厘をマークし、ピッチャーでは7試合の登板で防御率 1.93 と投打で活躍しました。2018年に MLB に移籍した大谷翔平のように、ファンは NPB での二刀流を期待しましたが、プロのスカウトは野手としての根尾を評価します。2018年のドラフト会議で根尾は中日をはじめ4球団から1位指名されました。会議では根尾のチームメイト藤原が3球団、報徳学園の小園海斗も4球団から1位指名されます。もし藤原や小園が同期でなければ、球団 OB の福留孝介や日本ハムの清宮幸太郎に並ぶ7球団の1位指名があったかもしれません。抽選の結果、中日に入団した根尾には球団 OB で強打のショートだった宇野勝が背負った背番号7が与えられます。当時の中日には2017年の新人王京田陽太がショートのレギュラーに君臨していました。それでも中日ファンはかつての立浪のように根尾が1年目からショートのレギュラーに起用されるのではと期待します。しかし高校時代は評価された守備がプロのレベルではないと判断された根尾は、レギュラーはおろか開幕1軍にも選ばれませんでした。出場機会を増やすため根尾は外野守備にも挑戦しますが、肝心のバッティングが成長しません。2021年に1軍で72試合に出場した根尾は打率1割7分8厘1本塁打に終わっています。2022年の根尾は外野手登録となったものの、ショートへ再コンバートを命じられました。定まらない根尾の起用法にファンから怒りの声が上がる中、立浪は根尾と話し合いピッチャーへの転向を決断します。野手としての可能性を見切られた形となった根尾ですが、ファンからの人気は衰えを見せません。名古屋のテレビ関係者は、根尾の人気は名古屋にとどまらず全国区です、ビジターのファンからも拍手が起こりますからと証言します。続けて、真面目な性格で派手なことを言うわけではないけど、グラウンドに立つと何かしてくれそうな予感を漂わせる、そういった雰囲気を出せる選手はなかなかいないと人気の秘密を明かしました。2022年6月25日の阪神戦で根尾が甲子園初登板した際には、中日ファンだけでなく阪神ファンからも拍手と歓声が上がっています。チーム内でも有数の人気を誇る根尾を立浪はなぜ一軍に帯同させないのでしょうか。根尾の適性。2022年にピッチャーへ転向した根尾は早速一軍で25試合に登板しました。25登板で投球回数29回という数字が示すように、ピッチャー転向後間もない根尾は短いイニングで経験を重ねます。防御率 3.41、22奪三振とまずまずの成績を残した根尾は、多少コントロールは犠牲にしてでも最速154キロのストレートを武器とするリリーバーとして一軍定着を狙いました。しかし中日 OB で根尾にとっては高校の先輩でもある今中慎二は、ストレートが速いだけでは NPB で通用しないと指摘します。今中は根尾を周りがぐいぐい持ち上げるから厳しさを知らないとと前置きして根尾の課題を語りました。
まず今中はピッチャーに転向した根尾について、根尾の言動や仕草が野手っぽい、まだ野手に未練があるのかなと推測します。続けて、今のままではピッチャーとして長続きしないよと厳しい言葉を根尾に送りました。根尾のピッチャーとしての適性を問われた今中は、根尾は先発の方が向いていると思うと答えます。そして先発で成功するために必要なことについて、球種は増やさなくていい、150キロを超えてもバッターがストレートを狙っていても打てないボールを磨く必要がある、根尾はまだまだと説明しました。現役時代の今中はほぼストレートとスローカーブだけで最多勝を獲得した左腕です。最後に今中は、野手に未練なくピッチャー一本で行くならその気概を示さないと、と根尾を激励しました。今中の激に応えるように、2023年の根尾は先発に挑戦しますが、ある問題が発生します。それは根尾が気まじめすぎて、コーチのちょっとしたアドバイスも深く考え込んでしまうことでした。そのため二軍コーチの浅尾拓也は、根尾から質問されない限りは何も言わないという異例の対応をします。浅尾は、僕が知ってることを伝える方がいいか、それとも根尾が自分で考えてやってみるか、根尾は後者を選んだので、こちらからは特に何も言わないと説明しました。コーチなどがアドバイスをあえてしないことで、根尾の成長は遠回りをしたかもしれません。それでも根尾は結果を出してみせます。2023年9月18日の広島戦で先発した根尾は 6.2 回を投げ、4失点ながら自責点0と好投しました。さらに9月30日の巨人戦では6回1失点と好投。そして2024年シーズンも根尾は先発として調整し、オープン戦3試合に登板しますが、防御率は 3.86 と物足りないアピールに終わります。2024年のシーズン開幕前に先発ローテーションについて問われた立浪は、根尾は現時点でのスタートの6人からは外れましたと明言しました。柳裕也や小笠原慎之介を中心とした中日の強力先発陣に入り込む力量は今の根尾にはないと立浪は判断したのでしょう。その一方で立浪は、シーズンでは故障者も出るし好不調もある、チャンスは必ず来るから、そこに合わせてやっていってほしいと根尾に伝えたことを明かしました。ピッチャー転向3年目の2024年シーズンに根尾は覚醒できるのでしょうか。覚醒の可能性。2024年シーズンに一軍定着を目指す根尾は、チームメイトの大島洋平の自主トレに参加しました。参加の理由を根尾は、体を大きくすることがテーマでしたと説明します。続けて根尾は、体の動かし方にも変化が出て、いい形でしっかり投げることができていますと手応えを語りました。一方、球団 OB の山本昌は、根尾のピッチングに変化を感じているようです。山本は、ピッチャーに転向したばかりの時のような球のキレがない、でも根尾はすごく努力するし頭のいい選手なんで改善していくでしょうと語りました。最後に山本は、ピッチャーに転向した頃のボールに戻って、変化球のキレがもう一つ上がったら十分ローテーションでやれると根尾の覚醒に太鼓判を押しています。山本の期待に応えるかのように、根尾は2024年2月19日の横浜戦でオープン戦に初登板し、3回をパーフェクトに抑えました。しかし3月2日のヤクルト戦に登板した根尾は 4.1 回を投げ、5失点と打ち込まれます。このピッチングに今中は、根尾の持ち味は荒々しさや打者に向かっていく大胆さ、この試合では大胆さがなかった、結果が欲しいのか綺麗に抑えようとしていたと指摘しました。また球団 OB で元横浜監督の牛島克彦も、今中と同じようなもどかしさを根尾に感じているようです。牛島は、根尾はプロのピッチャーとしてキャリアが少ないから本当に打たれたくないみたいで、コーナーを狙いすぎてボールとなる時があると指摘しました。続けて、そこら辺を割り切ってゴロを打たせるなりしてリズムを作ればいいんだろうけど、大胆に攻めきれないのがたまに見られると語ります。最後に牛島は、結果を残さないと大胆にはなれない、根尾がいつそういう風になるか興味を持って見ている
と、ネオの成長に期待を込めました。ネオは結果を欲しがって慎重になっているだけで、マウンド度胸がないわけではありません。ネオはピッチャーに転向したばかりの頃、外野守備コーチの大西隆之にある告白をしていました。ネオは、大西さん、実は僕、打席に立ったら M なんですよ。でも僕、マウンドに立ったらド S なんです、と話したのです。バッター時代のネオを、今から起こる結果が心配で、なんとなく自信がなさそうだった、と見ていた大西は、ネオの告白に納得したことでしょう。大西はマウンドに立つネオを、みなぎる雰囲気がある、マウンドでは本当に堂々としている、と話しています。高校時代、エースの垣木がピンチを作り、マウンドに選手が集まると、ネオは、俺が投げようか?と冗談半分に語りました。エースのプライドもお構いなしの発言をするネオは、確かにマウンドでは人が変わるのでしょう。もしかするとネオは、最初からピッチャーとしてプロで勝負したかったのかもしれません。牛島の言うように、打たれることや制球を気にすることなく、打てるものなら打ってみろや、と、ド S ぶりを遺憾なくマウンドで発揮できれば、ネオは覚醒するでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると、明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。